イエジッポピエウシコは共産主義政権下のポーランド独立自主管理労働組合連帯と関係があったポーランドのローマカトリック協会の司祭。1984年内務行政省の秘密警察によって殺害された。ローマカトリック協会によって殉教者として認定されており、2010年6月6日に教皇ベネディクト16世の代理である。 教皇庁劣勢省長官アンジェロ・アマート、ー奇教によって劣服された。ポピエウシコは、1947年9月14日、ポーランドスホボラ近郊のオコプイで生まれた。学校を卒業した後、ワルシャワで、神学校に通う。若い男性が、死災になるのを防ぐことを目的とした特別な部隊で、軍事任務を果たした。軍隊を終えた後も、学業を続けたので、 この任務はポピエウシコには効果を及ぼさなかった。若き神父のポピエウシコは学生だけでなく一般の人々で構成されたワルシャワの小教区で奉仕活動をする。1981年、ポピエウシコは労働者に加わりワルシャワ製鉄所のストライキに参加。その後、ポーランドの共産党政権に反対した独立自主管理労働組合。 連帯の労働者そして労働組合活動家と関係していた。ポピエウシコは率直な反共産主義者で政治的メッセージと精神的な励ましを説教の中に織り混ぜ共産主義体制を批判し抗議する人々に動機を与えた。1981年12月から1983年7月にかけての戒厳令下にあってはカトリック教会は 比較的公然と抗議することができる唯一の勢力であり、ミサの定期的な挙行は、教会での集会の機会を意味していた。ポピエウシコの説教は、ラジオフリーヨーロッパによって日常的に放送されていたため、政権に対する妥協のない姿勢で、ポーランド中で有名になった。内務、行政省の公安部は、 ポピエウシコを沈黙させるか、脅迫しようとした。それらの方法がうまくいかなかったとき、彼らは、ポピエウシコに対する証拠を偽造した。ポピエウシコは1983年に逮捕されたが、すぐに、聖職者の介入で釈放され、恩社によって許された。ポピエウシコ神父の葬儀ポピエウシコ神父の墓1984年10月13日。 ポピエウシコ暗殺目的の自動車事故が発生した。ポピエウシコはそれを回避したが、10月19日に別の計画の実行により誘拐された。ポピエウシコは、秘密警察の3人、クジェゴシュピョトルフスキ隊員、レシェクペンカラとバルデマルフミエルフスキによって殺害された。彼らは、自分の車に問題があると見せかけ、ポピエウシコの車に助けを求めた。 ポピエウシコは激しく殴打され、拘束されて、車のトランクに入れられた。隊員たちは、ポピエウシコの足に石を縛り付け、ブーツはべく近くのビスは貯水池に投げ入れた。ポピエウシコの遺体は1984年10月30日に取り戻された。政治的殺害のニュースは、ポーランド中で騒乱を引き起こし、殺人者と彼らの上司の一人、アダム・ピエトルシカ大佐は、 殺人の有罪判決を受けた。1984年11月3日、レフ・バウェンサを含む25万人以上がポピエウシコの葬儀に出席した。殺人事件とその影響にもかかわらず、共産党政権は1989年まで権力を握っていた。ポピエウシコの殺害者のグジェゴシュ・ピオトロフスキ大尉レシェクペンからバルデマル・フミーレフスキと、 殺害命令を出したアダム・ピエトルシカ大佐は、投獄されたが、後に、恩赦の一環として釈放された。ポピエウシコは、死後、2009年に、ポーランドで最も高い階級の、ホワイト・イーグル勲章が授与された。ワルシャワの聖スタニスラウス・コストか教区教会に、埋葬され、1987年9月、副大統領であったジョージ・ H.W. ブッシュのような、有名な政治家を含む、 何百万もの訪問者が敬意を表している。ローマカトリック教会は、1996年3月15日に、ニヒル・オブ・ストットの宣言、反対なし。任命に対する意義がないことの宣言でポピエウシコの、列服の手続きを開始し、1997年2月8日から2001年2月8日まで、監督管区の手続きを開催した。 これによって、神の下辺の称号を授与された。2008年に、ポシチオガーレス聖書に提出された。そして、2009年12月19日、教皇ベネディクト16世がポピエウシコの劣腹のための法令を承認したと発表された。ポピエウシコは2010年6月6日に、ワルシャワのピウス付き広場で、アンジェロ・アマート・数奇教によって劣腹された。 母親のマリアンナ・ポピエウシコがこの式典に出席した。ポーランドの首都ワルシャワの野外集会には10万人を超える人々がイエジ・ポピエウシコを数敬するために出席した。ポーランド郵便局はその同じ日に一連の切手を発行してその劣クを表した。2013年10月、ポピエウシコが殺害された教区であるワルシャワの大司教であるカジミエシュニクズ・スーキ教はフランスで ポーランドの失災の取り次ぎによる奇跡が特定され、確認されたことを発表した。したがって、ニクズスー教は、提示された事例の信頼性に基づいて近いうちに劣勢される可能性が高いと予測している。2014年9月20日から2015年9月14日までの間、フランスの監督管区の手続きで奇跡が調査され、その調査の結果の審査ためバチカンに提出された。 アメリカ、イリノイ州シカゴにある聖ヒアシンス大聖堂の隣の庭園に十字架の形をした象徴的な破壊石の形をしたポピエウシコの記念碑がシカゴのポーランド人コミュニティによって建てられている。ニュージャージー州トレントンにある聖ヘドビヒカトリック教会の所有地には首に鎖を巻きつけた姿のポピエウシコの胸像の記念碑が建てられている。歴史的に ポーランドの隣人であるニューヨークのブルックリンにある、ウィリアムズバーグとグリーンポイントの境界にある、マッカレンパークの向かい側にある、小公園はポピエウシコの二姿の石の胸像が特徴であり、ポピエウシコにちなんで名付けられている。コネチカット州ハートフォードにある、ポピエウシコ裁判所も、ポピエウシコの記念として名付けられたものである。セーバルトロメオ大聖堂イタリア、 ポピエウシコを殺害するために使用された岩は20世紀と21世紀の殉教者の記念碑の20世紀の殉教者の遺物としてローマのセイバルトロメオ大聖堂に安置されている。ハンガリー、首都ブダペストにはポピエウシコを記念する2つの記念碑がある。2016年にアブーダ・ベッカスメグイアーチックにポピエウシコにちなんで名付けられた広場とポピエウシコによる引用を特徴とするロザリオを 構成する石からなる記念碑が建てられている。2017年にはポピエウシコのモットーがポーランド語とハンガリー語で書かれている記念碑がジェイプル地区で発表されている。ジェイプル地区にはポピエウシコにちなんで名付けられた通りとその栄誉を称える手両もある。ありがとうございます。